後の幸のハットホーム。こんばんは、いらっしゃいませ。平和堂公式 VTuber の鳩の幸です。さて、本日は第12回目となりますが、あれ、今日のお手紙は縦長なんですね。お、なんか書いてありますね。なになに、秋だから何でも食べたい鳩の幸。そうなんですよ、やっぱり秋は食べ物が美味しくって美味しくって、平和堂のお店にも秋モチーフのお菓子の新商品や栗やお芋さんやって。ちょっと待ってください、これ何ですか、川柳。まあ確かに食べるのは大好きなんですけど。なるほど、きっと川柳について何か一つ作ってということなんでしょうね。じゃあせっかくなので私も川柳考えてみます。はい、できました。発表します。じゃん、皆様の登録お待ちしています。やっぱり私も VTuber ですので、そのままなんですが、秋のおうち時間のお供にもぜひ皆様チャンネル登録よろしくお願いします。鳩の幸のハットホーム。は、秋といえばアルプラザ立東のリップラくんと一緒に動画を昨年撮りました。リップラくん元気かな。その時の動画でもお知らせしました、平和堂プライベートブランドイーワ秋限定のマロンの2層シュークリームが販売されています。ぜひ秋の味覚を平和堂にてお求めくださいませ。ではでは、皆様も今日一日お疲れ様でございました。ありがとうございました。またお越しくださいませ。鳩の幸のハットホーム。ご視聴いただきありがとうございました。いいね、コメントお待ちしております。チャンネル登録もしていただけると嬉しいです。過去動画も見てねー。